どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、ガンマ線が高強度で飛来する領域の謎というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。最近、ガンマ線が特に高強度でやってくる方向が存在することが判明しました。その方向は、宇宙マイクロ波背景放射、コズミックマイクロウェーブバックグラウンド CMB が高強度でやってくる方向と一致すると理論的に予想されていましたが、実際はそれとは明確に異なっていました。むしろ、こちらも起源が不明である、超高エネルギー宇宙船の到来頻度が高い方向と一致している可能性が高いということが分かりました。本動画では、CMB とその到来方向の偏りについてまず解説し、新たに判明したガンマ線の到来頻度が高い方向の謎に迫っていきます。宇宙マイクロ波背景放射 CMB 宇宙マイクロ波背景放射以下 CMB は宇宙の全方向からほぼ同じくらいの強度で地球にやってくる非常に弱いマイクロ波のことです。では CMB の正体は一体何なのでしょうか。結論を言うと宇宙最古の電磁波となります。私たちの目にする可視光線、光は電磁波の一種です。電磁波は波長ごとに呼び名が異なり、可視光線よりも波長が長いものに関しては電波や赤外線、短いものについては紫外線や X 線、そしてガンマ線などがあります。そしてマイクロ波は電波の一種です。宇宙が始まった直後、宇宙は人間の目ですら認識できないほど非常に小さく、超高温でした。その後急速に膨張し、温度が低下していきます。宇宙が始まったビッグバンの瞬間からしばらくは高温であるため、宇宙にある物質は原子核と電子がお互い離れて、電離して自由に動き回る、プラズマの状態にあったと考えられています。宇宙初期の状態だと、電磁波は自由に動き回る電子と相互作用を起こすために直進することができませんでした。そのため、宇宙全体がもやや雲に包まれたように視界が開けていない状態が続いていたと考えられています。宇宙誕生から約38万年経つと、宇宙の温度は約3000度にまで下がり、自由電子が原子核と結びついて原子が構成され、ようやく空間を電磁波が直進できるようになりました。このように宇宙の誕生から約38万年後、直進できない電磁波で満たされていた宇宙全体が直進できる電磁波で満ち溢れるようになった瞬間を宇宙の晴れ上がりと呼んでいます。この宇宙の晴れ上がりの瞬間に宇宙空間を直進できるようになった最初の電磁波は、その後宇宙の膨張とともに波長が伸び、温度が低下しながらも宇宙空間を満たし続けています。現在の地球でも宇宙の晴れ上がりの瞬間の最初の電磁波があらゆる方向から飛来する様子を観測することができます。つまり CMB の正体は最初に直進できるようになった宇宙最古の電磁波ということになります。温度があるすべての物体は、その温度に応じた波長の電磁波を放っています。これは熱放射と呼ばれる現象です。人間の体温程度なら、主に赤外線を放ちますが、さらに高温で数千度単位になってくると、より波長が短い可視光線を放つようになります。例えば、1000度を超えるマグマは暗闇でも赤い光を放ちますし、表面温度が数千度の恒星も人間の目に見える光を放ちます。宇宙の温度が3000度の時に放たれた最初の電磁波は、可視光線に相当する波長を持っていました。しかし、その後宇宙の膨張とともに光の波長が伸び、現在では3ケルビン、マイナス270度の物体が熱放射で放つ電磁波とほぼ等しい、マイクロ波の形で地球に到達するようになっています。
CMB の揺らぎと双極子成分。 CMB は太陽系に対して全方向からほぼ同等の強度でやってきますが、わずかに強度の揺らぎが存在します。その強度分布にはある特定の方向が他に比べて高温であり、その180度反対の方向が低温であるという双極子成分が見られます。具体的には特に高温の領域だと平均よりも約 0.12% 高温であり、それと反対の方向は同程度に低温となっています。この双極子成分の原因は、 CMB が東方的に見える K に対して太陽系全体が 320km/h という速度で移動しているためであるというふうに考えられています。ガンマ線に未知の高強度領域を発見。宇宙は非常にマクロなスケールで見ると東方的であり、 CMB 以外の電磁波でも非常にマクロなスケールでは CMB 同様に宇宙を東方的に満たしていると考えられています。つまりマイクロ波以外の電磁波を観測しても、太陽系の運動由来の双極子成分が方向や強度などが同様の特徴を持って現れるというふうに予想されていました。しかし、そのような双極子成分はこれまで CMB でしか正確に観測されていませんでした。 CMB 以外の電磁波放射の双極子成分が理論的な予想通り CMB の双極子成分と一致しているかどうかを調べることにより、それらの双極子成分が本当に太陽系が移動しているために生じる現象なのか、あるいはその定説が間違っているのかを検証することができます。研究チームは1日に何度も全天をスキャンする大面積の望遠鏡の長年にわたるデータを組み合わせることにより、ガンマ線に関連する双極子成分を探りました。その結果、ガンマ線の双極子成分を発見できました。図は全天のガンマ線の到来頻度を示しており、中心を上下に分断する横のラインが天の川銀河面です。その下に2つの円がありますが、これはガンマ線が最も高頻度で飛来するピーク領域が存在する確率が高い領域で、内側の円以内にピークが存在する確率が 68%、外側の円以内にある確率が95% となります。しかし、その特徴は理論的な予想とは異なり、 CMB の双極子成分とは明確に異なる特徴を持っていました。まず、そのピークは CMB 双極子成分のピークがある方向とは明確にずれています。さらに強度についても、太陽系の運動によって生じると予想されているガンマ線の双極子成分の強度よりも実に10倍も大きいのです。そして興味深いことに、ガンマ線のピークは宇宙から飛来する陽子などの超高エネルギー粒子である超高エネルギー宇宙線のピークといくつかの共通点が存在しています。アルゼンチンの広大な草原地帯で超高エネルギー宇宙線の観測を行うピエール・オージェ実験により、超高エネルギー宇宙船の到来頻度にも双極子成分が発見されています。今回の主題であるガンマ線の双極子成分と、オージェ実験で発見された超高エネルギー宇宙船の双極子成分の性質がよく似ているのです。具体的には、まず双極子成分同士の方向が近いことが挙げられます。さらに強度の面でも共通点があり、ガンマ線と最高エネルギー宇宙線のピークはどちらも平均よりも 7% 程度エネルギーが高いことが分かっています。ガンマ線と超高エネルギー宇宙線の双極子成分はどちらも起源が不明ですが、何らかの関連がある可能性は考えられます。また天の川銀河面からずれた方向にあるということから、天の川銀河外が起源である可能性が高いとも言えます。ガンマ線や超高エネルギー宇宙線を高強度で地球に届けている
超高エネルギーの天体の正体は一体何なのでしょうか。今後の研究から目が離せません。今回はマクロなスケールで見たガンマ線のお話でしたが、個別の天体現象でガンマ線が絡むものとしては、やはりガンマ線バーストが有名です。ガンマ線バーストは宇宙でも最大規模のエネルギーを誇る天体現象であり、仮に直球に直撃すれば、たとえ発生源が数千光年離れた場所であっても、生命に壊滅的な打撃を与えると考えられているほどです。そんな危険なガンマ線バーストですが、地球から比較的近い場所にガンマ線バーストを起こす有力な候補天体である WR104 という天体が存在します。続いてそんな WR104 という天体について紹介していきたいと思います。WR104 ってどんな天体？ WR104 は地球から射手座の方向に7500光年ほど離れたところにある、主に2つの星からなる連星系です。以降は主星の WR104A を衛星、そして晩星の WR104B の方を B 星というふうに呼ばせていただきます。この連星系は風車星雲と呼ばれる螺旋状の見た目の塵を離しつつぐるぐると回転しています。これは2つの恒星から吹き飛ばされた恒星風が恒星の公転運動によってねじれながら外側に向かって放出されているため起きています。主星の A は質量が太陽の10倍程度、晩星の B は20倍程度あるというふうに考えられています。で、主星の方がここで軽いのは質量を大幅に失ってしまっているからというふうに考えられています。失ってしまったガスがこのように風車星雲として周囲を公転しているというわけです。主星の A の方はもともと非常に質量が大きく、あまりに恒星風が強いため、恒星自身の表層から、自らの恒星風で、その表層のガスが吹き飛ばされてしまって、内部が露出している状態にあるというふうに考えられています。なので、表面がもともと内部だった層が、むき出しになっているということで、非常に高温でして、4万度ほどあるというふうに考えられています。で、こういった、表面が、内部の層がむき出しになっている恒星は、ウルフライエ星というふうに呼ばれています。で、WR104 の WR というのも、ウルフライエの頭文字から来ています。WR104 の爆発事情がやばい。この WR104 は、ベテルギウスとは異なり、ガンマ線バーストを同時に伴うような爆発を将来起こすというふうに考えられています。しかもそれが一度ではなくて、そのチャンスが何度もあることが知られているんですね。で、まず主星の A の方なんですけど、これはウォルフライエ星ですが、これは以前さらに質量が大きく、当初は太陽の30倍以上の質量を持っていた可能性が高いというふうに考えられています。だいたい太陽の30倍以上の質量を持つ恒星だと、その一生の最後に超新星爆発を起こした際、その中心には中性子星ではなくブラックホールが残るというふうに考えられています。ガンマ線バーストはブラックホールが生成される際に何らかのメカニズムで発生するというふうに考えられているので、主星の A は爆発時にガンマ線バーストを放つ可能性があります。今後数十万年間のどこかで主星の A の方は爆発を起こすらしいです。そして、仮に主星の A の爆発によって放たれたガンマ線バーストが地球に当たらなかったとしても、次は晩星の B の方の超新星爆発が待っています。ただし B については、ガンマ線バーストが同時に起こる可能性は比較的低いというふうに考えられているようです。さらに、晩星 B の爆発も無事に乗り切ったとしても、最後にもう一度だけガンマ線バーストが発生し得る機会があると考えられています。主星の A と晩星の B は爆発後にそれぞれ中性子星かブラックホールを残すというふうに考えられていますが、これらのうち一つでも中性子星が残った場合、それらがいずれ衝突した際にガンマ線バーストが放たれるというふうに考えられています。このように主星 A の爆発、晩星 B の爆発、そして
それらが生成したコンパクト天体同士の衝突という、3つのタイミングで危険なガンマ線バーストを起こしうるという、 WR104 は絶対地球コロスマンのような非常に危険な天体なんですね。実際のところ地球は大丈夫なのか。 WR104系は地球から7500光年ほど離れていますが、これだけの距離であってもガンマ線バーストが直撃すればオゾン層が破壊されるなどの直接的な被害を受ける可能性が十分にあると考えられています。では、実際のところ地球はどうなってしまうのでしょうか。結論から言うと、科学者たちは WR104 がもたらすリスクは低いというふうに信じています。まず、最も直近に爆発を起こしそうな主星 A なんですけど、この天体の自転軸は16度程度地球からずれているそうです。ガンマ線バーストは自転軸の方向から、2度の範囲限定で放たれるというふうに、考えられているんですけど、まあ、地球の方向にはそれは向いてないということで、地球の直接影響を受けるのは免れそうだということです。ただし、完全に可能性がゼロというわけではなくて、爆発時の衝撃で自転軸が地球方向にぶれてしまうなどといったことが起こる可能性も否定はできないようです。そして晩星 B の爆発によるバーストの危険性はもともと低いですし、コンパクト天体同士の衝突は、それらは非常にゆっくりとしたペースで、近づいていくので非常に、未来に起こるというふうに予想されています。なので、まあどの爆発が起こるのも相当先の話ですし、その間に太陽系も WR104 系も、銀河系の周囲を公転しているので、お互いの距離が十分に遠ざかっているという可能性もあります。このように本気で焦るほどのリスクはないにしても、地球から近い距離にあるガンマ線バーストの候補天体、しかも、残機複数持ちということなので、これらがやばい天体であるというのはまず間違いないでしょう。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙やばいチャンネルではこういった宇宙分野の動画を普段から投稿しているので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録お願いします。それでは中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。